キュートリングスアークやっていきたいと思います。今日はですね、コミュニティクランチが更新されましたので、週に1回の僕らユーザーに向けての運営からの情報共有の場なんですが、これをみんなと見ていきたいと思っております。ロードマップはついに出たのかなということで、本日の目次はこちら。1つ目、今週のクランチについて、2つ目、ロードマップは、そして最後に新マップもしかして来る、やっていきたいと思います。で、まず1つ目に今週のコミュニティクランチについてやっていきたいと思います。コミュニティクランチね、どんな感じかというと、特にない質問も、はい、内容としては1個だけありまして、スポンサードモッド、募集してますみたいな感じで、スポンサードモッドの、募集をしているみたいです。アーク1のですね、はい。なので、そんな感じで、公式サーバーも特にエボイベントないみたいな感じで、まあそんな感じで、はい、マジで今週は特に内容としては激薄な感じでした、はい。で、ロードマップはっていう感じなんですけど、一応ですね、ちゃんとロードマップに触れているコメントもあって、ロードマップはもうすぐ来るよみたいな、直前だよみたいなことを書いてあったので、多分来週か再来週来るんじゃないのかなという風な形になっております。で、今週のコミュニティクランチに関してはスポンサードモッド募集してるので、みんななんかイケてるモッドあったら募集してねという形になってて、スポンサードモッド何かというと、運営からのお墨付きのモッドだよという形で、公式がねバックアップするようなモッドになりますので、まあ、今までで言うと、まあ、いろんなね公式マップ、今ここいるのはラグナルクとかなんだけど、公式マップに採用されているモッドマップっていうのは、まあ、こういったね公式モッドのスポンサードモッドをですね経由してくることもありますので、多いですので、そういったところ含めですね、まあモッドっていう部分の後押ししますよって感じなんだけど、ぶっちゃけアーク1はもうもはやアーク2へのつなぎになってるので、ここでさらにアーク1のモッドを募集してスポンサードモッドするのみたいな感じに思いましたので、やはりですね2023年に関してはまだアーク1結構続きそうだなっていうのが僕の今回のコミュニティクランチの印象ですね。正直アーク2がもう今年出てアーク2に完全に移行するっていう形であれば、わざわざスポンサードモッドという形でアーク1のモッドを、まあ、何かしらスポンサードして応援して、で、まあアーク1の公式の方に、まあ、採用するとか盛り上げるとかっていうね、そういった必要というかですね、そこら辺があんまりね、まあやる必要がないので、そこを考えるとやっぱり2023年はまあどう考えてもまあアーク2でなさそうだよねっていう感じっす、はいっていうところですので、まあ残念ながらね今週もロードマップは出ませんでしたという形で、一応次の項目でロードマップについてちょっとね深掘りというか、まあどうなってるのかなっていうところをやっていきたいと思うんですけど、ロードマップね、これぶっちゃけそのアーク2出せないから、まあなんか単純にもうちょっと出すの後にしねみたいな感じで、悪い報告をなんか先延ばししてるだけに正直感じてます。っていうのも、まあ、なぜかというと、普通だったらねこういう発表っていうのは、まあ、いついつにしますっていう形で直近になったら日程が普通は出るもんなんですよ。なので今更こんな形でですね、まあなんかもったいぶって3月には出しますみたいな、もう3月には入ってますみたいな、でもいつ出すかは不透明ですみたいな感じなんだよね。ぶっちゃけもう本当にいつ出しても別に変わらんのだけど、なんかいろいろ批判されるの怖いし、なんか先延ばしにしてるだけじゃねみたいな感じで僕はどうしてもね思ってしまったりしたんですけど、まあいろいろ事情があると思いますので、ドリーさんにもね、はい、まあそんな感じと思います。で、ロードマップ何かっていうと、一応ねそれだけ伝えておくと、まあ、計画表みたいな感じですね。まあよくモンハンとかがやるんですけど、何月に何を実装して、何月に何が供給されてみたいな感じで、まあ、そういったところになるんですけど、まあ残念ながら今のところですね、ロードマップは、まあ、3月の4回のコミュニティクランチのうち2回消費したんですけど、出ていないというところなので、まあ、来週か再来週に来るんじゃないのかなというふうな形になってますね。まあ、ロードマップに関してはですね、おそらくアーク2の延期と、あとはアーク1の、まあ、これは希望的観測なんだけど、まあ、新マップとかが来るんじゃないのかなというふうな
形の匂いもしてますので、まあ、そこら辺ですね、ちょっとどうなっていくかなというところはコミュニティクランチのね、あのロードマップ の発表にはかなり、興味があるかなと、興味津々だなというところですね、僕としても。で、まあ、そこが一番ね、まあ、今のところ北米含めアークユーザーの関心事項ではあるよねといった形ではありますね。ということで、最後の項目なんですけど、新マップが来るんじゃないんですかというところをやっていきたいと思います。で、新マップ来るっていうのは、まあ、これどういう感じかと言いますと、あのそもそもさっきも言ったんだけど、本当は2023年ってアーク2の年になる予定だったので、アーク2の年になるのであればですね、正直アーク1の新しいモッドのスポンサードなんてあんまり必要ないっていうか、そっちにあの力を注ぐべきではないんですね。なのでそこら辺とかを考えますと、まあやっぱりアーク1があの今年も継続していくのかなと。なぜかというとアーク2が出ないからっていう感じに、まあ、なってるんじゃないのかなというふうな、まあ、形で僕が思ってるんですよね。なのであのそれを鑑みて、やっぱりスポンサードモッドに新マップが登録されてそれ出るんじゃないみたいな感じに思ったりもします。で、有力なところあるんですけど、何回もね僕紹介してるやつがあるんですけど、スバルタフハイムっていうですね、フィヨルドとバルゲロを作ったあのモッド制作者さんがいるんだけど、その方が作っている新マップっていうのがあるんですよ。で、結構面白そうで、何回もねあの僕は動画で取り上げて、まあ、アップデートがあったら行ってみて、最近こうなってて面白いよみたいなのをやってるんですけども、そのマップをモッドマップに申請するよってツイートしてたんですよ。なのでやっぱり新マップ来そうな匂いがめちゃくちゃしている今日この頃っていう感じの、まあ、あの今現在になってるかなという風な形になってますね。やっぱり今回 の、まあ、あの内容としてはロードマップで、あのアーク2どうすんのっていうのが一番でかいんですよね。2022年をもってアーク1の新規コンテンツの停止とイベントを運営から供給するっていうものを停止するっていうのを、まあ、あの正式に発表して、それを実際に実行しているわけなので、まあ、今撮影しているのも3月11なんだけど、まあ、次来るイベントがあのバニードードとかのやつだと思うんだけど、イースターだと思うんだけど、それもですねおそらく、まあ、一応新しいイベカラーだけ出して、イベントとしては来ないんじゃない、まあ、イベカラーは一応来るけど、イベント恐竜とかあの調理鍋でイベントアイテム作るとかは来ないんじゃないかなっていう形になっていますので、そういった中でですね、やっぱり、まあ、アーク2自体をもう出さないような、出さないというか出せないような形でもう2023年は決まってるんじゃないのかなというふうな感じですね。じゃあもう新マップ出せよって話になるので、あの逆に出さないとアーク自体がちょっとね、あのコミュニティの維持というところで厳しいものがねあるんじゃないかなっていう風な形なので、近年ね常にあの毎年2つマップを出していたので、去年はもう1つしかマップ出てなかったので、そこら辺も考えるとやっぱりね、そろそろアーク1をあの使い続けるのであればアーク2出せなくてね、なのであればやっぱり、まあ、もうちょっとテコ入れが必要になってくるかなっていうところなので、そういった形で あんまり本当はアーク2が出るんだったらやる必要がないスポンサードモッドやってるので、多分新マップが来る布石じゃないかなというふうに僕は思ってますね。じゃないと、まあ、それすらしなかったらマジでやべえね、あの運営だなって、まあ、やべえ運営なんだけど、マジであのオワコンになりそうな匂いがしてるので、さすがにその最終防衛ラインぐらいは、まあ、あのさすがのアーク運営でも守ってくるんじゃないのかなというふうに思ったりもしてますし、そうやってスバルタフハイムっていうものがスポンサーのモッドに出るということなので、まあ、あのできるのであれば、あの今年の2023年の冬にスバルタフハイムって、今年の、まあ、2023年の6月頃に何かしらモッドマップを1つみたいな感じで、まあ、今年2023年は2つマップを出すみたいな感じでやってもらえると、いい感じにあのアーク1で収まりつくんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ、そこら辺ね、まあ、やってもらえるといいんじゃないのかなっていうふうに感じたりしますね。正直ちょっとね、現状のアークだとそのね明確な情報が出てないのに、あのどっちつかずだから、アーク1とアーク2ね、
なので、あの結構ねどうすんだよっていう感じになってますので、そこら辺含めですね、あの新規コンテンツも出さないし、アークスも出さないし、結局どっちつかずで何もしてないので、そのせいでね、あの結構ユーザーが離ってしまったり、日頃温厚な北米の英語圏のユーザーもあのアークスに対しては結構切れてるので、はい、じゃあなんでアークワンのイベント終わらせたんだよみたいな、今年もアークワンのイベント普通にやれやんけみたいな感じになってるので、まあそりゃそうだよねみたいな感じになってるので、アークス作るっていうね、その時間のために2022年のイベントとかは簡略化されたし、2023年のイベントはまああのイベントカラーだけって、まあ、実質なくなったような感じなので、そこら辺考えるとね、そろそろなんか答えを出してくれないと、結構ねマジでユーザーがあのいくら優しい北米の人たちにも離れそうな感じの匂いになってくるんじゃないのかなというふうに思いますね。ただあの普通に北米のトレンドにはアーク2とかアークって結構入ってるんだよね、なんかタイミング的にね、いろんなアーク2の何かが起きそうな時とか、なので人気自体はすげーあるので、まあ、ちょっとねこのあの大きい流れっていうのをね、断ち切らないでいい感じに運営していただければ嬉しいなと、まあドリーさんは失策続きですけど、はい思いますねっていう感じでですね、本日はまたしてもロードマップ出ずと、いい加減もうさ1、2週間なんて変わらんやろみたいな、言うことどうせ決まっとるんやから早せえやって感じなので、もうユーザーは2020年からアーク2待ってるし、去年から虚無期間ずっと待ってるんだから、そろそろねちゃんとした形のなんていうんですかね、報告というか情報共有してほしいなと思ったりもしてますので、そこら辺含めね、また来週のコミュニティクランチを楽しみにしたいなというのと、あと多分アーク2マジ出ない気がするので、予想としてはね、なのでまあアーク1の新マップを出してほしいなっていうのと、まあ、2023年後半の12月とかに出るような冬に出るパターンの新マップに関してはスバルタファイムでいいんじゃないかなって思ってます。はい、であとなんか6月頃にまた1個ね、モッドマップから逆輸入して正式版に採用して新マップを出してもらえるといいんじゃないのかなというふうに思ったりもするので、まあ、そこら辺ね、まあ、ぜひ皆さんの感想とか意見とかあったら聞かせていただければ幸いです。僕はそんな感じで思ってるっていうところかな。そろそろアークどうなるんだろうね、混沌すぎてるという感じで、今週のコミュニティクランチも結局何の作業もやらませんでしたということで、本日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。